はい、どうもです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を入れたいと思います。はい、今日なんですけど、ウィザードスケキンエリゴで使ってみた、やっていきたいと思います。まあ個人的な感想なんですけど、正直もこの、ペッカロイジャー使ってる方が、やっぱり勝ちやすいのかなっていうのが、まあ個人的な感想なんですけど、まあやっぱりリゴリデッキも正直自分は強いと思ってるので、まあもし何かしらそうですね、例えば、まあこのデッキで勝てないなってなったら、もうしっかりリゴリデッキ使ってもいいですし、まあリゴリデッキで勝てないなと思ったら、また、まあペッカの入ってるデッキ使って、っていう風にもう切り替えてもらったらいいのかなといった感じですね。じゃあとりあえずやっていきましょう。最初の方はこちら、メガラムなんですけど、進化、メガナイトの進化が実装されたことによって、もう個人的にもこれ、まあ、初めての試合だったんですけど、まあ、かなり強かったです。もうメガナイトもちろんまあ、ペッカも強いんですけど、もうメガナイトやっぱり先生もう進化のメガナイトに関してなんですけど、まあ、攻撃した際こうノックバックしてしまうので、やっぱりエリゴレで形組んでも基本的にもう全部ノックバックしてもうやられてしまいましたね。まあ、ちょっとこの試合で見ることができるんですけど、まあ、とりあえず相手はこれメガナイト切ってきて、まあ、進化回してますね。はい、まあ、こんな感じでやっぱり相手がこれブラスターなので、もう両サイドこれ形組むだけでもうかなり削れましたね。はい、まあ、個人的にはもうこれもうめちゃくちゃ相性いいと思ってたんですけど、ちょっとメガナイト進化実装されたことによって、はい、こっから結構はい、形組んでもちょっとやられてしまった場面があったので、まあ、ちょっとそこをちょっと見てほしいんですけど、はい、ここで来ましたね。これちょっともうメガナイトちょっとやばいなと思ったので、これ本来だったらもうスケキン逆サイドに逆サイドに出した方がいいんですけど、はい、こんな感じでちょっともう同サイド出しちゃいましたね。まあ、それでもこんな感じでもう、はい、ご覧の通りエリゴレ、ダクネ、ウィザードもう全部処理されてしまいましたね。まあ、やっぱりこの進化メガナイト本当にめちゃくちゃ強かったです。はい、今回これ本当にまあ、さっきも同じこと言うんですけど、相手のタワーがこれブラスターだったおかげでこれ勝つことができたんですけど、これちょっとそうですね、プリンセスタワーで、そうですね、プリンセスタワーだった場合は、もうこの試合に関してはちょっと正直厳しかったですね。はい、これ相手ラム出してきて追い打ちかけてきたんですけど、はい、なんとかこれ頑張って守って、最後これ逃げ切ることができたといった感じですね。もうこれエリゴレまで出してもう時間稼いで最後逃げ切ったんですけど、はい、もう進化メガナイトのターンでもうあれだけ処理されるとはちょっと正直思ってなかったので、まあ、今後やっぱり脅威になるカード間違いな、なしですね。はい、では次やっていきましょう。はい、次の方はこちら、進化メガナイトなんですけど、今回のデッキは、メガナイト枯渇ですね。ではやっていきたいと思います。はい、こちらなんですけど、ちょっとこれ自分の攻め方、ちょっと防衛の仕方が甘かったせいで、これかなり、競っちゃいます。まあ、なんですけど、ちょっと個人的な話、やっぱりメガナイト枯渇は、あんまりそうですね、これで、例えばエリゴレヒーラー、まあ、ライドラの入ってるデッキだったらもう神相性なんですけど、まあ、ちょっとこのスキキンエリゴレに関しては、ちょっと正直自分は、まあ、苦手ですね。まあ、ボイド、例えばの話、相手がまあインドラ出してきて、まあ、ボイドを打ってそれで処理できればいいんですけど、もう延命してくるレベルの相手になると、もうインドラがこれ無限に来てしまって、もう本当に痛い目見てしまうので、まあ、この試合に関してはもうもろそういう、やっぱインドラの強さがちょっと出てしまいましたね。
はい、これインドラ来たのでもうここ早急に、はい、ボイド打ったんですけど、これ相手メガナイト出して延命してきましたね。はい、ちょっと自分のこれ防衛の仕方もちょっと正直良くなかったですね。もうこれ、はい、自分の防衛が原因でもうここまでキング削られてしまったので、もうせっかく良かったチャンスをもうミスミスこれもう逃してしまうところだったので、まあ、これは本当にちょっともったいなかったですね。まあ、最後これ勝つことができたんですけど、まあ、ちょっとプレーの内容としてはもう本当に最悪でしたね。はい、しかも今回相手これ進化メガナイトなので、もうさらにこれ絶望ですね。はい、しかもこれボイド打ったんですけど、しっかりこれ延命してきて、ちょっとこっちとしてはもう本当にもうやっててすごいやりづらかったですね。はい、ここでもまたインドラが、インドラを延命してきて、もう本当に最悪でしたね。もう インドラがもう無限に生きてしまったら、ちょっとこっちとしても厄介なので、まあ、これである程度ダメージ与えてはいるんですけど、まあ、こっちももう本当にキング、もうほぼほぼやっぱ折れてしまってるので、もうほぼほぼこれに関してもう負け試合でしたね。まあ、最後これディガーもスケで拾うことができて、もうこれはもうもう相手が攻めるより、攻める、もう攻めてきたらもうこっちとしても守れないので、もう先に攻めたといった感じになります。まあ最後これ先に攻めたもん勝ちなんですけど、まあちょっとさっきも言ったんですけど、やっぱり内容的にはちょっとインドラの処理の仕方がちょっとあんまり下手すぎましたね、これは。はい、じゃあ最後やっていきましょう。最後の方なんですけど、こちら世界94位のモンスターですね。ではやっていきましょう。はい、相手これ迫撃5月なんですけど、もうご覧の通りこれ相手ブラスターなのでめちゃくちゃ相性いいです。まあ、やっぱり相手としてもこれもう呪文もそこまで強い呪文ないですし、やっぱりこっちのウィザードに対して相手はもう何かしらこれもう絶対苦戦すると思うので、まあなんですけど、もうこういった枯渇系のデッキに関しては正直あんまりウィザードの活躍は見込めないので、もうそれ以外のカードでしっかり攻めてあげたら OK かなといった感じですね。はい、まあ、ご覧の通りこれたった1回攻めただけでもうこれ相手の両サイドもうタワーもうほぼほぼもう半分以上ダメージ与えることができたので、もうこれはもう正直もうやっぱり神相性ですね。これ相手バレル投げてきたんですけど、もう最悪これスケで許容してもいいですし、最悪無視して形組んでもいいですし、でまあこんな感じでもう迫撃出されたとしても、まあ、ウィザードで受けれるし、まあ、最悪の場合ボイドで処理することができるし、まあ、相手としてもこのマッチアップに関してはもう正直どうしようもできなかったのかなといった感じですね。まあ、逆の立場だったらもうもうどうしようもなくてもうすぐ多分諦めてしまうと思うんですけど、はい、とりあえずもうさっきも言ったんですけど、しっかり両サイド攻めしてあげたらもうそれだけで通ります。はい、まあ、こんな感じでアドバンテージも結構取ってるので、もうしっかり後ろから形組んであげて、で、まあ、さっきも言ったんですけど、しっかり両サイ攻め、もうそれだけ意識してあげたら OK ですね。
はい、もうこれ相手結構頑張って防衛するんですけど、やっぱりなんせこれブラスターなので、もうこんな感じでもう最後結局のところやっぱ折れてしまったので、はい、もうこれはもう本当にどうしようもなかったのかなと思います。まあどんな上手い相手でももうこのゲームは基本的に相性でほとんど決まってしまうので、もうこっちとしても相性いい以上はしっかりやることやってあげたら、もうこんな感じで楽に勝てるのかなといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。